何年前の春だけ静かだけどいつも笑ってる人クラスが離れてたからきっかけを探してしまうよ僕は話したのはいつだっけ僕が声をかけたんだっけいつの間にかくだらない話して冷やかされちゃって変な距離感君は冷静だけどでもね知ってる残り10センチの雪があったなら今日が変えられたんだろうもっと思いごまかさず伝えたなら届いてたはずだろう横のページもあの時のページも僕らの初恋でした秘密だよ君の長い物語の中に僕は少しでもいられたから君と僕との物語が少しだけ重なってて今はもう子供じゃないけれど素敵な恋と思い出の本を閉じたら鍵をかけて残り10センチの雪があった